あ、おかえり今日も遅かったねこんな時間まで何してたの会社仲間と飲み会うーん会社仲間か君さなんか私に隠してることないよね前にも言ったけど私に嘘ついたらどうなるかは知ってるでしょそう少ーしきつめのお仕置き 殴ったり蹴ったり <laughs> 楽しかったなああいやいやごめんごめんちょっと思い出しちゃってもうあれだけ体に教えてあげたんだから嘘ついてないよねそうならよかったごめんね疑っちゃっててっきり私の見てないところで 他の女とイチャイチャしてるのかと思ったよまあ君がそんなことするわけないもんねそれじゃあスマホ見せてそうスマホうんどうしたの急に黙り込んで私に嘘ついてないなら見せれるでしょほら見せて早く <laughs> 一回殴らならなないいいとわかみたいだね顔こっち向けてほら早く何今頃そんなに必死に謝って殴られたくないのならスマホ早く見せて最初からそうすればよかったのにうーんと連絡先は ねえこれ誰この咲っていう女ねえ誰君やっぱり私に嘘ついてたんだねいや別に謝らなくてもいいよ今回は私に非があったしんそうだよ私が悪いのもっと私が。 君にきついしつけしておくべきだったよ。殴ったり蹴るだけじゃ生ぬるかったみたいだね。<laughs> なんだ謝ってんの謝らなくていいって言ったでしょ今回は私の責任なんだから。<laughs> けどよかった。前、君にお仕置きしてからちょっと気に入っちゃってさ。いろいろ買ったんだよね。君をいじめるための道具。 正常に目隠しはもちろん無ちとかろうそく他にもエッチな道具もね <laughs> 大丈夫気持ちよさと痛みで君の脳みそいっぱいにしてあげるから君の可愛い顔いっぱい見せてね